俺なんかこの間『タイタンライブ』あったんじゃない、はい、であのー、新宿カーボヘイが来てさあのハゲの方がさ、はい、まあ俺結構、ね、好きだね好きだからうんくだらなくてくだらなくて笑っちゃうんだけどはい、はい、で打ち上げで話してたんだよお前いくつになったの ?10 万38歳ってんだよ <laughs> 最高にもうバカげしちゃってさ <laughs> 何度もそれ聞いて「お前いくつだっ10万38歳です」っつってもう散々バカにしてさねこれねこんなに笑ってくれるのそうだよねそうだよね確かにねそんなねで前太田プロだから新宿カーボーイーで上島さんとなんか飲んだ時に上島さんに年齢聞かれたんですで「10万38歳です」っつったら「歳です」っつた歳です」 いや、お前、そういうんじゃなくて、真面目に聞いてんだよって言われて。すごい怒られたって。怒られたんだ。なんで真面目に聞いたんだよ。真面目に聞いてんだよ。上島さんも、結構、ほら、ノミノ関だから、結構、ほら。またモードが違ったのかもしれないけど。真面目に聞いてんだよって言われて。でも、真面目に聞いてるにしろ、まあ、38歳。歳ってわかるんじゃないか。38って言っわかるよ。わかるよなと思って。そうね。 絶対歳でねそれねそもそも大体お前それデーモンだしなってデーモンなんだからさっていうさそこを言ってんだけどいやそうなんですよ実はこのネタまだ続きがあってね10万38歳ですそれじゃデーモンじゃないかこの野郎ピンみたいなそこまでの一つの一連なんですねだけど太田さん途中でバカ食いしちゃうから もう最後まで,できなそうなんだねセットになってるんだね。うん <laughs> 無念もんかっかり面白いんだよ、あいつが言った方が。いや、それは別に。意外性が。また笑う。10万38歳。あの、ハゲた。普通の、の、やつがさ。ただ、10万38歳ですっていうのは、あれは面白いんだよ。あいつさ、多分年聞かれること人より多いじゃん。多いだろ。絶対ね。あいついくつだ、若手みたいな感じで出てくるけど、頭ハゲてるし、年齢が分かんないんだよ、あいつ。38なんだ。10万38歳。あ、そうなんだ。で、あいつはね、実は、 もともと北海道なんだよで吉本行ったのかな最初してあの洋出師匠についてたんだええそうなんだずっとだから B&B はまだそんな知らない世代なんだ世代的にはねだけど B&B やってるちょうど復活してやってる時についてて何て面白いんだろうと思ってずっと洋出師匠の付き人やってたってだから嘘ばっかついてんだな <laughs> そばっかつくからね。あー、そう。へー面白いね。面白いね。